神代でございます。今日は白国の出雲進出、白国の出雲進出についてお話をさせていただきます。紀元123年3月、白国と金冠国との間に講和条約が締結され、朝鮮半島南部にひとときの約80年間の平和がもたらされたというのはすでに前回申し述べました。そうではありましたが、しかしこの講和条約ですが、双方対等の講和条約ではなかったと私は推測しております。というのも、軍事的には白国勝利の上での講和条約でありましたから、金冠国の方はどちらかというと和を乞う、和を願う方の立場であり、それ相応の代償の支払いを余儀なくされたと思われるのであります。その代償の支払い、それが白国のこれ以上の南下を停止させるために十分に足るべきものでなければならないわけです。白国の領土に関する欲望を十分に満足させるものでなければならなかったわけです。私はここで出雲、日本列島山陰地方、後世の島根県ですね、出雲の地を考えます。この出雲は古くから和人たちが中国大陸山東半島付近から黄海、東シナ海を横切り、朝鮮半島南端あるいは日本列島へと渡来亡命してきた時、この出雲の地へも植民を開始した土地であったからです。いささか時期は遅れたと思いますが、紀元前1世紀の頃からこの出雲の地へも和人たちが渡海していって定住を開始したと思われます。主に金冠の和人たちが渡海したのではなかったろうかと思われます。金冠から船を出し、対馬海流、黒潮に乗りますと、おのずとこの出雲付近の地域の海岸へ着船するようであります。出雲は徐々に和人たちの生活圏、主として金冠国の和人たちの植民地となっていきつつありました。ちなみに出雲とは古代韓国語で出雲、要は伊は西南、どうもは占領地、すなわち和人たちの聖なる占領地との意味があってあったようであります。その出雲を金冠国は講和条約の代償として白国に引き渡したのではなかったろうかと私は推測します。白国に出雲を割譲することによって巨大な出雲植民地を与えることによって、
四郎国の領土獲得に対する欲望を満足させ、かつその軍事経済的な進出方向を、韓半島の南方の金韓国方面から海を隔てた東方の出雲方面へとそらさせようとしたのではないでしょうか。そしてこの金韓国の目論みはうまくいったようです。この出雲植民地を四郎国に引き渡すことにより、これ以降四郎国の金韓方面への陸上からの南下は約80年近くにわたって停止することになります。そしてそれとは別に、城から出雲地方への植民は徐々に進み、出雲では城人および縄文人の連合国家、混合国家が成立します。というのも、当時の城国というのは人口が少なく、私の推定では人家2-3万戸、人口約十数万人と考えられますが、人口が少なく、その上、北方ですね、北Y 族パク族、西十歳国、南金韓国にも外敵を抱え対立していたので、本国を空にするようなそう積極的な海外進出もできなかったわけであります。そのため四郎国の日本海を渡っての出雲進出は毎年わずかの人数を移民させることだけで実行せねばならず、必然的に植民地開発のための人的資源は少数で、縄文人もしくは先に入植していた和人たちをもことごとく配下に加えて、ゆっくりと開発を行わなければならなかったと推定されるのです。四郎国としては広大な海外領土、本国に数倍する出雲をもらったのは良いわけですけれど、それを開拓し国土化していくのは非常に難しく、その進展は遅々として進まなかったと推考されるのであります。